この歌、とってもリズミカルで、自然に体が動き出してしまいました。ぜひ、聴いてみてください。でも、現代には通用しないかな？お久しぶりね、あなたに会うなんて。あれから何年経ったのかしら。少しは私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。お茶だけのつもりが時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうで、なんだか怖い。さよなら元気でと冷たく背中を向けたけど、今でも本当は好きなのとつぶやいてみる。もう一度もう一度生まれ変わって、もう一度もう一度ご視聴ありがとうございました。